エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。ここに出てると思いますけれども、今現在まつげ伸ばし実験をしているエリリンです。こっち超長、こっちまそこそこ見えるかな。見えないかも。そんなエリリンがお送りするエリリンチャンネル、エリリンビームです。はい、まあ、今日は先生冒頭にも言ってくれたと思うんですけども、前回まつげについての YouTube 一個上がってるんですよ。でその最後に今からやるよ実験みたいな感じで言ってもらって、期間が経っているので、今日はその実験結果をもとに、ちょっといろいろと教えてもらえたらなと思います。はい、まあ、まずまつげ美容液っていうと、まあなんかサロンとかでね売ってそうなイメージかもしれないんですけれども、実はですね皆さん、私まつげを伸ばすお薬に関しては実はすごい10年ぐらいのお付き合いがあるんです。でまつげを伸ばす美容液というのかな、医薬品ですね、これが臨床試験をするとき実は治験の担当医でした。だから私思うんですけれども、皆さんがまつげ美容液と検索して YouTube で出てくるどの YouTuber より、私まつげ美容液深く関わっていたという自負があります、医師としてね。だからまつげ美容液に関してのきちんとした情報を私からちゃんと発信したいと思います。でまつげ美容液の歴史って考えると、まあもちろんまつげ伸ばしたいなということで、なんとなく伸びたらいいねっていうような化粧品はずっと前からあったかもしれないんですけれども、大きな動きがあったのはルミガンというお薬がまつげを伸ばすんじゃないかという働きを見出されたことから始まっています。実はですね、私あのルミガンというのを知る前に、研修ぐらいの時に行っていた、まあおじいちゃんおばあちゃんが多い病院ですよね。そこである時ふと気づいたんですよ。おじいちゃんおばあちゃんになるとどっちかっていうと髪の毛とか薄かったりするじゃないですか。なのにやたらまつげバッサバサっていうおじいちゃんおばあちゃんが多くて、なんでなんだろうっていうふうに思ったのが最初のきっかけでした。でその後勉強していくことによって、ルミガンという緑内障の治療薬の点眼薬ですよね、これを使うことによって、ある意味それは副作用なんですけれども、まつげが伸びてバサバサになってくるというような効果があるということが分かってきたんですよね。でその後それに目をつけて、世の中まつげ伸ばしたい方っていうのはたくさんいらっしゃいますよね。このため私が関わっていたのは2014年とかその頃に、ルミガンというのは緑内障の治療薬です。ただこのルミガンというのをまつげ貧毛症のお薬として使いたいということで、アラガン社が臨床試験を行った時期がありました。でこの時に私はアラガン社の臨床試験に携わる治験担当医師として、ルミガン、それからアラガン社が出そうとしていた製品の名前グラッシュビスタというんですけれども、これについて勉強して、そして日々臨床試験なのでそれを塗った人の写真を撮って評価をしてということを実際にやっていましたという過去があるので、まあ少なくともその辺の YouTuber さんよりは深く携わっていたと思いますね。ということで、その臨床試験というのを経て、ルミガンという緑内障治療のお薬というのがグラッシュビスタという名前でまつげ貧毛症を治す治療薬として厚生労働省に認可されて現在も発売されています。このルミガン、グラッシュビスタ、実はですね中身は全く同じです。このため美容クリニックではグラッシュビスタではなくルミガンを使用しているというクリニックが多いです。
理由としてはルミガンというのはこの点眼薬の、まあ、このものだけで購入できます。もちろん美容クリニックなので自費診療として自費の価格で購入はしていただいています。ところがグラッシュビスタってなるとですね、この点眼のお薬プラス毎日塗るためのハケ、通称アプリケーターというものなんですけれども、これがついてくることになるんですよね。そうするとですね、お薬は全く同じものなんですけれども、アプリケーターがついたグラッシュビスタの方がかなり値段が高くなってしまうということで、別にアプリケーターがなくてもご自身でハケを用意してくださればいいよねということから、ルミガンを使うクリニックが多いとされています。そしてこのルミガンなんで伸びるのかというと、その中の成分に含まれているプロスタグランジンというものに関連している成分、これがまつげを伸ばす作用があるとされています。このまつげが伸びる作用というのは、まつげの長さも長くなります。そしてまつげの太さも太くなります。そしてまつげの色も濃くなります。結果として太く濃くなることによってより量が増えて見えます。そしてまつげというのはですね、毛周期というのがあります。これは毛周期というのは体中あるんですけれども、毛が伸び始めてから落ちるまでの期間というのが決まっています。だいたいまつげの場合というのはこの毛周期が4ヶ月間とされています。なので4ヶ月間の間、いつもより早く伸びて太くなって色も濃くなるというのがプロスタグランジン系のお薬を使った場合のまつげの変化になります。だから使ってればずっと伸びていくというわけでは全くありません。4ヶ月すると毛周期の最後の方は退行期、休止期という時期になって最終的には抜け落ちてしまうんですよね。だからどんなに長く伸びたものも4ヶ月経つと1回抜け落ちてしまいます。なのでそれによって新しい短い毛とまだ抜け落ちてない長い毛が混ざったちょっとまばらな時期っていうのがあって、また塗っているとまた伸びていく。救急車が鳴ってます。ピーポーピーポーというような形でまつげは伸びて、まあ、ちょっと短くなってまた伸びていくというような形になります。でプロスタグランジン系のもの、まあ、ルミガンとグラッシュビスタ、これは日本では医療機関から処方されているものだと思うんですけれども、まあ、同じような成分なんだけれども個人輸入で使われている方でラティースとかケアプラストというものを使われている方もいらっしゃいます。ただしこちらに関しては我々医療機関で処方しているものではないので、まあ、正直、まあ、それでトラブルがあったと言われてもまあ何とも言えないということになります。じゃあルミガンとかグラッシュビスタ何のトラブルもないんですかと言ったらそうでもないです。例えば一番よく起こりがちなのは色素沈着、これが起こってきます。まあ毛根で毛の色が濃くなるぐらいですから、やっぱりね皮膚のメラノサイトにも働いてしまうんではないかなと思うんですけれども、色素沈着を起こす可能性があるとされています。じゃあそれを起こさないためにはどうしたらいいかといったら、なるべく細い紅筆のようなものを使って根元だけにちょん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 って塗っていきます。皆さん結構ねベチャーって塗る方が多いんですけれども、正しい塗り方っていうのはもう一滴ポトって落としたらそれを根元に丁寧に塗って上下ぐらいな感じにやっていただくといいと思います。それぐらいだと濡れてるのか濡れてないのかわからないぐらいなんですけれども、それで十分効果があります。もちろんそれで色素沈着を起こさないかといったらそんなことはなくて起こしやすい人もいます。だからやっぱり色素沈着嫌だなっていう方は使うのには適していないかもしれないので、まあ、やってみて判断していただきたいと思います。そしてですね、最近よく言われているルミガン、
それからグラッシュビスタといったプロスタグランジン系の点眼薬をまつげの美容液として使うと眼瞼下垂が起こるのではないかということなんですけれども、これはですね、確かにルミガンを緑内障の治療薬として使った場合に眼瞼下垂の症状が出ることはあると論文でされています。ただし皆さんによく考えていただきたいのは、点眼薬として使った場合、まあ、当然ポタッという一滴がそのまま目の中に入ります。しかしまつげ美容液として使った場合というのはまつげの際に塗るだけです。実際どれぐらい入るかといったら、点眼薬として使った時の約 5% だけと言われています。このため点眼薬として使った時よりは目の中に及ぼす影響は圧倒的に少ないとされています。ただもちろんね、眼瞼下垂を起こす可能性ゼロではないです。でも可能性はあまり高くはないと思います。そしてこの眼瞼下垂の症状が起こったとしても、使用をやめるとこの症状というのは戻る可逆性のものというふうに言われています。一生そのままという方はあまりいないんじゃないのかなと私は思っています。ただしですね、論文とか見たとしても美容目的で使った方の大規模調査というのは残念ながら私はまだ論文で見つけられていません。あくまで緑内障の治療として点眼として使った方に眼瞼下垂が起きましたよというような報告しか私自身は見つけられていないので、どうなんだろうな、日常の診療においては色素沈着しちゃったっていう方は結構見るんですけれども、眼瞼下垂を起こしたとか、まあ、目がくぼんだっていう方はそうですね、あんまりいないです。ゼロとは言わないですけれどもね。だから皆さんその辺のリスク、まあ、何パーセントぐらいのリスクなのかっていうのを考えて使っていただくといいんじゃないのかなと思います。だから私自身は今のところルミガンを使っていて特に問題がないので、で何よりも伸びるので私自身はずっと使い続けているっていうことになります。ただし私自身ね、アンケートを取ったんですよ。やっぱり色素沈着のリスクとかそういうのを取りたくない、だから色素沈着しないで伸びるものが欲しいっていう方多かったです。で逆にもう伸びるの最優先なんでルミガンで伸びるのがそれでいいですっていう方もいらっしゃいました。だからルミガン、グラッシュビスタを使って伸びることでもう大満足っていう方はそれをお使いになればいいと思うんですよね。ただしあんまり色素沈着嫌だとか眼瞼下垂のリスクとかも取りたくないっていう方はじゃあそれを諦めましょうということになります。ただしですね、プロスタグランジン系の成分が含まれていないものを試したんですけれども、やっぱりまだまだ伸びが甘いんですよね。だから皆さんどっちを取りますかということに今はなってしまうんですけれども、そこでエリリン、諦めないエリリンなので頑張って色素沈着とか眼瞼下垂とか目が痒くなるとかそういったトラブルがないまつげ美容液、そしてちゃんと伸びちゃうまつげ美容液を開発することにしましたね。アシ、はい、カクテルでいいですか。うん。ということで、まあこの先1年2年かかるかもしれないんですけれども開発しようと思うので皆さん待っててね。